せーの、本日のよろぴこ。やるなら今プレイヤーよろぴこ。態度でちょっとね、目立ちすぎたから。いや、その辺の態度はね、普通なのよ。なんかね、揉め事あって一番目の前いるから。ああ、そうですね、そうですね。一番有名なのは星野さんの時ですよ。星野さんをこうやって止めてるからね。そしたらぶどれんだね。まあでも、昔言ったらでも、乱取ったら普通でしたよね。当たり前のことを当たり前にやって、当たり前に分かれるんだよ。ですよね。うん、で、たぶんあれ、バッキーさんとかさ、村山さんって、あの、自分で怪我した時ありましたね。あの人たちは別個、外国人が入るとめちゃくちゃになるのよ。そうですよね。有名ですよね、バッキーが殴ってね。うん、殴って骨折して、骨折して、知ってる。知らんよ。多分年代が違うから知らない。年代が全く違う。まあ、村山さん、バッキーって、こう、ほんと阪神の、吉田芳雄さんとかね、はい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 、あの時代。あの、そう。そうそうそう。鎌田さん、三宅さんとかいっぱいいたんですよ、有名な人が。そうそう、だから俺まだその頃知ってるん、ちょっと子供の頃ですよね。子供の頃ね。はいはいはい。で、やっぱ被ってるわけやな、きっと。だから古い人なんかでもさ、はいはい、ギリギリ、はいはい、大杉さんもそうでしょ、松岡さんもそう、はい、そうですよね。と違う人とやってるんで、僕大体。そうですね。そうそう、早く出てきてるんですね。そう、二十歳か。二十歳でもうレギュラーになってきてる。はい、なってきてるんで、はいはい、だから本当あの頃見たら、ほんまこの親父ばっかしのチームみんなこのおっさんばっかしょんだと思って、あの頃野球選手ってマジで絶対さ、なんだろう、かっこいいとかそういう感じじゃないじゃないですか。なんだこのクソじりみんな思ってたんだ。でもね、俺らがそう一番大事なあの第一印象は、今さっき言いましたけど、本当好きくないバッターが出てきてるっていうイメージが強くて、はい、若いとかなんとか全然関係ない。ああ、なるほどですね。年じゃないもん、野球やん、はいはい、年齢じゃないもん。そうですもんね。そう、だから広島カープの一番の高橋慶彦で、あいつこいつなんだなと思った時に、はい、やっぱりチームがグググググ強くなってた。なるほど。うん、だから3番の水谷、4番の山本浩二、はいはい、5番の木村さんとかライトル、ライトルギャラとかいたんですよ、はいはいはい、あの辺は普通。あ、だから正田なんかその後だよね、うん、その後ですね。だから彼が出てきた時の一番のイメージは、うん、要するに好きくない。ああ小林さんがいやらしい野球するでしょ。なるほどですね。で、小林さんとさ、これ投げようとファーストって言ったら、ファースト見たらさ、だって見たら目が合うんだよ。目が合ったら、あのバッタバスがスリッとこうやって、あの人、その人めちゃくちゃひょうきんな人だよな、監督がね、うん、でパッて言ってさ、フォアボールでも出してさ、吉行歩いていくじゃん、はいはい、で吉行見ていって、ポッと見たらニコーっとしてるんですよ。それでポッと目が合ったら、ピッて隠れる。あ、お茶目ですね。でも結構そういうとこあったよ。そういうとこあるの。相手チームでゲームやってて、練習前の時に、はい、たまにいろんなことで会うのよ、うんうんうん、はい、だからニコッとそばに来てさ、うん、昨日ちょっと悪かったな、こういう時こういう、あの、あいつさ、ああいうとこ打つんだよなとかさ、同情してくれるの。なるほど。同情すんならね、負けてくれよって言うの。名言ですね。そしたらリアクション、本当にそういうね、そしたらリアクション、すごくね、うん、あの打ち解けてくれるとか。なるほどですね。それなのに、ああいうえげつない野球をする人というイメージがあって、野球に関してはそうだったんですね。すごい、野球に関しての勝つことに対するのさ、勝負感ってすごいよ。俺はもうあの頃の横浜さん、それからあの阪急の上田さんな、はい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 、あのこれ、まあ、西本さんもある程度知らないけど、うん、上田さんの采配はすごかった。だから78年優勝した時やったかったよ、はい、いや、ほらもう選手がもう上田さんのことみんな信頼してる。あ、メンバーがメンバーですからね。だってもうあのメンバー見てごらん、阪急だったら。そうです、あの時代ですね。いや、一緒ぐらいだよ、うん、多分同じぐらいだと思う。だから俺らそういうふうに福本行こう、こっちでしょ。ああ、そうですね。だから福本よりはヒットはあいつは打たれるのそんなんないの。こっちはヒットとフォアボール可能性がすごくあるから。あ、だから一番ややこしいのは、広島がこうだからこういうので野球ピッチャーでやれよよっていうのは話に出たことあるの。あ、広島と試合って、だから出てくるメンバー出したことねえからってみんなそう思ってた、はい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 、ベンチに人は、うん、だからレギュラーがすげえずば抜けてるのよ。なるほど。だから強いのよ、変わんねえもん、前に。
でも噛んだかったですね。キムさんなんてさ、はい、手折れてでも出るんだ。そうですよね。あれ、サンバにキムさんいたら、はいはい、投げ辛いよ。あ、そうなんですね。いくらインコース行っても逃げないからな。あ、避けるの上手だしね。めっちゃくちゃうまかったの、うん、当たんじゃん、はい、そしたら謝ってくるんだよ。ピッチャー俺に松ごめんって言って、あそこよ逃げられないんだよ。もう本当に増やすと言っても、はい、バリバリってごめんごめんって、大体デッドボール当ててさ、はい、バッターの人が謝る、絶対謝んねえから。絶対でしょうね。そういう人ってやっぱり。でも昔でも今はさ、すごく要所要所でさ、すごくスポット浴びて、うん、このボールがこの選手がこのプレーがってあるじゃないですか。で僕あの頃見て一緒にやってると、その前のプレイヤーでもそうだけど、すごいボールとかすごいプレーたくさんしてるけど、みんなそれを普通に流れて終わってますよね。そうだよね、うん、だから本当に何だろう、スライダーってあるじゃないですか、はい、あの頃の本当のスライダーってこう横曲がりですよね、スライドするわけ、だからスライダーって言うんですよね、はいはい、だから今ほら大谷選手がさ、はい、なんて言うんだっけ、とんでもねえボールなんだけど、なんて言うんだっけ、スリーパー、あ、スリーパー、スリーパー、何十センチ曲がるって。そうそうそう。でもね、俺たちスライダーっていうボールはこのぐらい曲がるんですよね。あのね、僕らのイメージはね、ボール半分から1個一つ曲がるのがスライダーって言われたんですよね、うん、これがね、真横に曲がったら打てんのよ、うん、絶対芯外れるから、ね、外れるんで、外れますよね。だから落ちるボールじゃないんで、本当のスライダーって人は見なさったんですね、うん、こうスライドするっていうのボールね。で、あのスリーパーってのは30何センチ、40センチぐらい曲がるでしょ。それぐらいですよね、ベースより大きいのが40何センチぐらい、うんうん、で、キャッチャーは浮いてくるように見えるって、こう、今アンレと一緒、こういう風に来てこう曲がるから、ね、だからあんなくそぼ、くそぼれていけないな、とんでもないボールを振るんですよ。だから球種とか今ね、カットボールだなんだかんだって言うけど、はい、昔の人もスライダーとかカットボールなんか俺は掘ってたけどな。そうですよ、そうですよね。だから今はなかっただけですよね、球種として名前がないだけですね。ただ今はピンポイント当てられるんで、すごい球とか、菊池選手のさ、この間突したやつよ、ポンってグラブ通したやん、はい、であれすごいやん、はい、すごいけど僕ね、元井さんがいるじゃないですか。あ、まあ元井さん、あ、元井なんすか、うん。最高ですね、親父ギャグ。で、太陽に来てる時に、うん、元井さん来た時に、今でも覚えてるけど、あそこの横浜球場でランナーファーストで、セカンドキャンバス、セカンドベースですよ、うん、セカンドです、元井さんが、うん、で、キャンバスよりこうボール抜けてったわけよ。それをこう逆半取ったわけですよ。ただそっちがベースですよね。そうそう、この辺に来るな、はい、そしたらグラブをパーン叩いたもんね。こうやってパーン叩いてポーン出てきたもんね。だから あの人のグラブみたいなの分かるみたいな。いや、それを今映像で見たら、菊池もすごいけど、すごいですよね、このトスも、はいはい、元井さんの来るんで、ちょっと待って、ちょっと待って、それええって攻撃してて、だからえってポンポンの時にゲッツーだったかね。だからね、今の、言葉で言うと、はい、今の人はその頃のことを知らないから、はいはい、今のプレーに対してすごく称賛するのよ、はいはい、やってるって意味なの。高木森光さんのプレーなんか見てごらんだろ、びっくりしますよね。4-6-3でワンアウトだからね。ああ、そういうことですね。投げづらいところキャンパスが来るじゃん、はいはい、キャンパス来たら今のバックハンドで取ったら一夜さんが目の前に、はいはい、ピョンと飛んで、一夜さんが肩強いから、はい、ブエーって4-6-3のワンアウト、すごいですよね。だから取ってたから、そっからバンとグラブと一緒にボールがポンと出てくるんだ。すごい。で僕ね、昔の人でね、かっこいいと思ったのね、佐々木浦さんかな、阪神の、うん、バラさん、佐々木浦さん、佐々木浦さんね、ショートやってた、いましたよね、平良君、その前に、佐々木浦さんでいましたよね。いたよ。で、ちっこいんだよ。そう、それで阪神戦、カーブベンチした時にカーンと打ったの、ショートへ。バラさんパッとってポン投げるわけですよ、うん、こうじゃないよ、うん、ポン投げる、はいはい、ボールがブーッと来るわけよ、はい、投げたあとこうもう見ないでこう走って帰るわけ、はいはいはい、おい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 、はい、おいおいってパンパン投げたら、はい、見ないでパッと帰ってくる。そしたらランナーとボールがヒューポンってアウトになる。へえ。だからなんだろう、だからパッとってバーンじゃなくてタッとってパンって投げる、はいはいはい、いやいやいや、ちょっと待って、投げた後ブーじゃないからこうもう見ないでこう帰ってくる、はいはい、
うわ、かっこいいな。かっこいいですね。俺やったらよそ行くけどね。そういうさ、見せるプレーっていうのはそんなできない人だなとは思ってた。大下強しってさ、その辺の話聞きたいですよね。一緒ぐらいですか。あの人で何回あれかな、あの乱闘になったか。あ、やっぱりそんな感じなんですね。あの人ね、堀内さんともやってるからね。俺そうですよね、うん、あと平松さんとか、うん、一緒にちょうど彼らが俺らと年齢と一緒で、だいたいこの辺からもこの辺、そうあるね。俺もボディレス撮った時は、はい、映画が対象だったんで。ああ、本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。それではゲームセット、次回もよろぴこ。